皆さんこんにちは、ショータイムです。今回はですね、本日行われました J1 第18節の、サンフレッチェ広島対横浜 F マリノスの試合についてね、昨日生放送させていただいて、今日は試合同時観戦をねさせていただいたんで、見に来ていただいた方本当にありがとうございますなんですけど、早速試合後感想の方を喋っていけたらなと思っております。まず、ということですね、早速、本当に喋りたくない試合内容であったんですけれども、喋っていきたいと思います。はい、ということで早速、本日行われました J1 第18節のサンフレッチェ広島対横浜 F マリノスの試合について、ちょっとねスコアボードというかスタッツだったりっていうところを見ていきながら喋っていきたいと思います。横浜 F マリノスということで、ディフェンディングチャンピオンですね。前期というところも、くしくも負けてしまったという一戦だったので、今節は何としても勝ちたい、J1 の折り返しの試合ですね、後期の初戦というところで、本当に負けられない一戦になりましたし、広島としては、6月の戦いなかなかいい戦いができませんでしたので、そこを含めましてですね、この後半戦1試合目ということで、王者相手にどのような戦いができるのか、ホームということもありますし、最低でも勝ち点1は持って帰りたかった、一戦だったのかなと思います。結果的なところから言うと1対0で横浜 F マリノスに負けてしまったという結果になりました。まず先発のところからちょっと話していきたいんですけれども、横浜 F マリノスはほぼほぼ昨日の笹岡さんとの、生放送と、ちょっと変わった部分はありますけれども、ほぼほぼ変わらないメンバーできました。キーパーが一森選手、右に松原選手、ここはね畑中選手予想だったんですけど、上島選手とエドワルド選手で、左に小池選手で、ツボランチが木田選手と渡辺浩太選手で、右に、ここは水沼選手ではなくヤンマテウス選手、西村選手、エウベル選手でロペス選手という、フルスの対戦になりました。対する広島のところですね、ここは正直、予想外のところもありましたし、結果から見るとですね、前半の戦いというところでスキッペ監督が、どのような意図を持ってこの 4-1-4-1 を、試行してきたのかっていうのはかなり難しいというか、サポーターとしても考えにくいところではありました。解説の方がね言っていたところで言うと、今週の練習も、このいつも通りの 3-4-3 というところの練習をしていた中で、急遽この 4-1-4-1 を試行したというところになっておりますので、選手としても、立ち上がり含めてですねやりにくい部分はあったと思いますし、本当にここは怒っているわけでもなく、シンプルにスキッペ監督がどういう意図でこの 4-1-4-1 を、採用したのかっていうのは聞きたいところなのかなと思いました。で、キーパーが大迫選手、右に住吉選手、荒木選手、佐々木選手がセンターバックで、左に七選手で、右のハーフに柴崎選手、ワンボランチかというところに山崎選手が入って、ここは、プロ初スタメンですね、リーグ戦で。ツーシャドウに河村選手と森島選手で、左に東選手で、センターフォワードにナッシム選手が入った 4-1-4-1 という形になりました。そんな感じで始まった立ち上がりというところがですね、正直、このシステムが、うまくはまりきらなかったというか、裏目に出てしまった立ち上がりだったのかなと思います。立ち上がりから、横浜 F マリノスに、中盤のところ、大きなスペースをですね使われていく部分も多かったですし、逆にこう出ると広島はよく守れたなというところがありますね。 あんだけ立ち上がりからあたふたしている部分が多かっただけに、よく耐えたというところであったんですけど、結果的には前半の40分ですねというところに、エウベル選手の、広島のビルドアップのところから、食われてしまって、結果的にカットインからのエウベル選手というところで、決められて前半を終えた形になりました。前半のところで言うと、なかなか広島も、まずは無失点で行こうという狙いが見えましたし、そういうところではね、40分まではしっかりと守れていただけに、失点してしまったというところで全てのプランが崩れてしまった部分だと思いますし、得点の匂いはね、正直前半というところはしなかったのかなと思います。どのような、話し合いをして後半に挑んでくるのかというところがありましたが、結果的に 4-1-4-1 を続けて、ドーグラス選手、エゼキウス選手を入れた形になりました。後半というところですね、結果的な、90分のところのスタッツを喋ると、広島がシュート22本打って枠内シュートが1本で、横浜 F マリノスがこれね、ちょっと定かではないんですけど12本って書いてありますね。ここもうちょっと多いのかなと思いますけど、12本打って枠内シュートが4本ということになりました。ボール支配率は 43%、 広島 57% がマリノスということで、
まああまり変わらずというところになっておりますし、まあここですかね。マリノスとしても結果的に12本、まあこのね、現時点でのスタッツで言うと12本打って4本ということで、まあ3分の1ぐらいしか枠内には飛ばせてないんですけど、まあそこで決め切る力、1点を取る力っていうのは大いにありましたし、まあ広島は22本打って枠内シュート1本。しかもこの枠内シュートがおそらくですね、河村選手の後半立ち上がりのボテボテシュートだったと思いますので、まあほぼほぼ枠内に1本も入ってないに等しいのかなと思いました。まあここがまあサムネにもある通り、もう本当決定力大不足ということで、まあここに正直尽きるのかなと思いますし、これ以上でも以下でもない、ここの本当に改善しなきゃ後半戦一勝もできないんじゃないかぐらいの、まあここの課題ですね。まあ前半戦からというところありましたけど、前半戦はなんとか点が取れながら勝ち点も救えていたというところありますが、まあ今日の試合においては本当にね、ちょっと厳しい課題になりますけど、まあひどかったですね。あれだけ決めきれないと勝てないですし、まあ勝ち点も拾えない。まあよく守備陣は守った方だと思います。まあ前半というところもちろんね、失点してしまったところありますが、まあ後半含めてラストのところは本当にね、攻撃に枚数をかけていただけに、荒木選手と佐々木選手だけぐらい、バックに残って、ボカボカシュートを打たれる場面もありながら、まあなんとかね、最後体張って大迫選手が守ってくれたというシーンも本当に多かったので、まあそれだけに、他のところで、もう本当に枠内に、うわ、最悪飛ばさなければいけないっていうシュートがね、もう本当にたくさんありましたので、まあ、たらればになってしまいますけど、あそこが、決めきることができてれば、勝ち点差をね、ものにできていた試合だと思います、僕は。まあ、なので、ここはね、本当に、今日の試合に限ったことはないと思いますし、まあ、前半、まあ、昨年からですかね、昨年の後半戦からというところの引き続きの、まあ、課題にはなってますけど、もう本当に、枠内にまずは飛ばそうというところを、次節以降、まあ、本当に、簡単なようで、一番難しいところなのかなと思いますし、まあ、今の広島にはこれが一番足りない、ところなのかなと思います。まあもちろんね、サポーターが言ってるだけで、まあ選手の方々が一番分かっている部分なのかなと思いますが、まあなんとか、次節の新潟戦ですか、まあまた難しい戦いになると思いますし、アウェーの地でね、サポーターも新潟多いので、まあ難しい試合にはなると思いますが、しっかりと、まずは1点を取っていこうという次節の課題になると思います。まあそうですね、今日も負けてしまったということで、まあ、幸いにもというか、名古屋が負けたり、まあ、川崎が今、一応試合中で1対1ということでね、まあ、上位陣がちょくちょくと、まあ、こぼして、勝ちをこぼしているということで、まあ、まあ、置いてはいかれているんですけど、まあ、なんとか踏ん張っている状況になっておりますね。まあ、今日の敗北によって、レッツにも抜かれてしまって、現時点で6位ということになっておりますし、また明日もね、J1 リーグ残りの試合がありますので、まあ、どこまで落ちてしまうのかというところもあります。まあ、首位の横浜 F マリノスとはこれで勝ち点10ポイント離れてしまったという現状もありますので、まあ正直難しい、試合になってきてしまったのかなと思いますね。うん。まあそんな感じですかね。正直今日は試合の内容をうんぬん話すというよりは、もうサポーターの方々お分かりの通り、まあ決定力に尽きる今日の試合だったのかなと思いますので、うん。それだけなのかなと思います。本当に、まあ、大迫選手含めて守備陣は頑張ってくれていたところだと思いますし、まあ、多少ね、フォーバックというところで不慣れな部分もあり、立ち上がりはあたふたする部分は多かったと思いますけど、まあ、最初失点で抑えたというところで、まあ、褒めたい部分でありますが、まあ、チーム全体としては、まあ、結果的に勝ち点を1チームも取れてないので、まあ、チームに、大きなチームとして見ると、まあダメだったなという試合だったのかなと思います。まあですが、まあ4バックのところで全部がダメだったかというとそうではないですし、まあ東選手と志地選手のコンビだったり、まあ収穫部分はね、この4バックでも見られた部分はありましたので、まあ次節どのようなフォーメーションで挑んでくるかは分かりませんけれども、また期待してというか、また1週間ねいい調整をして、まあまあ終わった試合をねブツブツ言っても仕方ないので、また新潟戦全員で勝てるように応援していければいいのかなと思います。そんな感じで、今回は J1 第18節サムネッチ広島対横浜 F マリノスの試合について、試合後感想を喋らせていただきました。はい、ということでですね、今回は、先ほど終わったばかりの J1 第18節サムネッチ広島対横浜 F マリノスの試合後感想ということで、まあ試合の内容うんぬんというよりはスタッツを軽く喋らせていただいて、もう次節以降勝つには決定力というか、もう枠内に飛ばすですね、正確に言うと枠内に飛ばそうというシュート、本当に飛ばしていかなければならない河村選手のシュートであったり、エゼキエル選手のシュートを含めて、まああれは攻撃陣をね、攻撃的なポジションに配置されてるだけに、枠内シュートをね増やしていこうという
話でした。まあ、これは僕が言っても、まあ、サポーター、ファンサポーター、特に現地に見に行ってる方、まあ、一番分かってるのは選手の方だと思いますので、まあね、難しい広島の現状にはなっておりますが、まあ、サポーターとしては、諦めず、また次節ね、新潟戦勝てるように全力で応援していきたいと思います。また、難しい試合にはなりましたけど、まあ、今回もね、試合前生放送、そして、今日は、久しぶりに横浜エムズ同時観戦させていただきましたし、まあ、来週の新潟戦だったり、7月8日かなのところには、久しぶりに鹿島の試合、エディオンスタジアムに行く予定でもありますので、そちら含めてぜひぜひチャンネル登録して応援いただければなと思います。そんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もお会いしましょう。ではまた。ボーン。